。これで右変えてもらって右に2回。こんな感じで右方向に2回、左方向に2回。向きの変え方は自由に動いてもらっていいです。ご自身でできる範囲でいいんで、右替えは自由にやってください。で各2周ちょっと動いてもらっていいですか。じゃあ最初に9番の動き。
する行った時の重みというのがなくなっていって、シューッてバイクが後から入ってきてという感覚になります。今も見よったら、まっすぐから首を動かした時のバイクの動きがスムーズに動いてたので、ここをちょっと使うように意識しています。まだね、ちょっと似てるところが近いので、それがもっと先に開いていけると、もうちょっと角度が見えやすい。なんだけ体をやっぱ動かしていくので、下半身がちゃんとバイクにくっついてないのが怖い。体のためにもちょっと下半身が使いかな。両方併用してみて。要はわざわざブレーキをこう足元に置いとんは、やっぱりスロットルも操作しながらブレーキかける瞬間があるからですね。4輪でそのイメージがついてしまいすぎてるので、バイクはその同時操作は全然ありで、はい、左がスムーズにいけるけど右で引っかかるのは、左右の左に比べて島トレ